加古川を中心に活動しております播磨の国よさこい衆蘭華龍神と申します。本日は曇り空の下初恋を届けたいと思います。それでは参ります。Oh.
今年もお世話になりました。皆様に感謝を込めて礼。ありがとうございました。はい、ティッシュ。はい、こちらの方こそお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、黄色と緑で淡い感じで、そう、ね、やっぱり初恋だからかな。そうで、タンポポなの。なるほど。そう、春の花で。さあ、ちょっと甘い気持ちになっていただけましたでしょうか。え、何もか反応が返ってけん。もうみんな遠い昔で忘れてしまったのかもしれません。いや、そんなことない。